だから今更だっつってんだろ。ケツは定まった。必要なら俺がやったっていい。はい、言わずもがなです。里と民と共にあるクルガ戦士として罪なき人々の犠牲を出さないためにも。私も SC としての責務を果たすまででしょう。私も裏での活動でその一線は守ってきたつもりだったけど、奴らはあまりに奪いすぎた。止める方法がそれしかないなら覚悟を決めるわ。正直僕は怖いかな。そこまで割り切れる自信はないよ。だけど背負う覚悟ならできてるつもりだ。反応兵器を悪用されないためにもね。これ以上悲惨な悪用で悲しむ人たちを増やさないためにも。そのためなら背負ってみせます。私もバンさんたちと一緒に。規定数のアクセスキーを認証。その通りさ。ようやく来たね。待ちくたびれたじゃないか。どうしたんだい。一番乗りなんだからもっと喜びな。全部ぶっ壊れちまえばいい。ずっとそう思っていた。ずっと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 。だけどある時気づかされたんだよ。それだけじゃまだ足りないってね。踏みにじってきた男どもを手玉に取って泥水をすすりながら、ある組織の長にまで上り詰めた私の前に現れたんだよ、あの人が。ジェラール・ダンテスが私の組織を含めた一切をねじ伏せ、強引に自分の傘下に引き入れて、私の敵も味方も私自身も問答無用に
恐怖を持って支配した。あの恐怖の前では誰もが同じだったんだ。どんな出身も立場も過去も無意味。ようやく私は気づけたのさ。ボスがもたらす恐怖だけが平等なんだとね。あんたたちごときがボスと私を語るんじゃないよ。もう目の前まで来てるんだ。ボスが気づく新しい世界と真の恐怖が。あんたたちはせいぜい踏み台になって潰れちまいな。その反応まさか、もしかして首都の地下遺跡でマフィアたちがやったような。ドラッグブースト。だがこいつはあんたたちが見たチンケなものと一緒にするんじゃないよ。こいつはとある連中の遺産も応用した比べ物にならないほど刺激的な特別性さ。ああ、過去にクロスベルの剣で使われてたとか言う。もはや原料も存在しないはずだが、なおさら捨ておけまい。薬ごときで生きり散らしてんじゃねえぞ。さあ、オラシオンが炎と瓦礫に沈むまであとわずかだ。私とボスに聞かせな。恐怖に染まった豚みたいな鳴き声をね。すごいですね。気をつけなさい。諦めな。結末は変えられないよ。お願いします。そらそら、おまけだ。行け。コバルトカーテン展開。一斉に行きます。ガンガン行くぞ。シャラクサイヌ。ここは任せよ。アトムテケジャス。行きますね。一度だろうね。ヒギヒギ妖精ゲーム出番よね。解決やはまとめて相手だ。ブースト全開よ。まとめて相手だ。おしまいよ。呪いぜ嫌いだ。おしまいよ。行くぜ。キル発動よ。しまいにしようぜ。ダンダライス・ライダー。スキル発動よ。ブーストゲージリミット解放。シールド展開。やあ、こちらのターンです。まとめてお相手します。ドライブ開始。こちらの番だ。クルーブースト全開よ。まとめて相手だ。面白いってな。おしまいよ。覚悟を決めな。ゲージ任せた。リゼット発動。チャンスです。
までに行けや。ドライブ開始。射線。無駄なペナルティード。ダメじゃねえか。それ。カノーラアニエス。食に触るね。この木は逃しません。最大。ああ、ミゼットさん。僕に来たんです。発動。チャンスだ。見せな。お見舞いよ。しびれろ。お見舞いよ。頼みます。はい。テン、チ、イン、ヨ、ボン、コウハ、ロクラサ。任せた。リジェット城。ドライブ開始。ドライブ開始。楽しませてみせな。発動。ざけんじゃないよ。させるかよ。いい声で泣きな。イコロス、メフィストスティング。もう返した。開始。タイムアクロス。グリベイク。ピアス。いや。アニエス様。行くぜ、食い破れ、ボルガー・クロー。この木は逃しません。はあ、こいつは効くぜ。クルーブーストお見舞いよ。呪いぜ、嫌いだ。お見舞いよ。やっ、ミゼットさん。行きます。こんなのはどうだ。何か仕掛けてくるぞ。コバルトカーテン展開。展開。ベルガルド様、冷気解放。スキル発動。スキル発動。どうだ。クルーブースト全開よ。こいつは効くぜ。何か仕掛けてくるぞ。シルバーストよ。お見舞いよ。行きますえ。ここです。チャンスです。星の力を貫いて。ミゼットさん、ご容赦。ご容赦。チントラしてんじゃねえ。あなたはミゼット。逃がしません。シュート。ま、こんなもんだろ。これからも頑張ります。お粗末様です。超人あるのみ。これで終わりだ。おとなしく
甘ったれてんじゃないよ。このまま避けた。バンさん大丈夫ですか？急所は外した。このくらいはかすり傷だろ。なわけあるか。毎度毎度無茶してんじゃねえ。すぐに治療しないと。応急処置に入ります。なんでだい。殺せる間合いだったはずだ。なのにどうしてそこまで。決着はついたんだ。とっとと殺しな。そんな筋の通らねえ依頼を受けてやる義理はねえな。あれだけのことをやったアルマータの幹部、関係のねえ人間まで大勢巻き込んでいる。そこまでのトガを人思いにチャラにしてやるのは裏解決屋の流儀には反するんだな。お前さんには同情はできそうにない。だが歪んじまった経緯を考えると他に頼れるもんがなかったのも確かだろう。そして本来裏解決屋ってのはそんな連中のためにある仕事でな。やらかしてきたことを考えると極刑を食らっても文句は言えねえはずだ。だがもし生き延びてジェラールみたいな野郎にすがるくらいなら 4SPG を出すのを勧めるぜ。引き受けるかは報酬と筋が通るか次第だがな。バンさん。何が裏解決屋だ。そんな甘っちょろい裏稼業があってたまるか。なんでこんな奴らに。ふっ、敵討ちって意味じゃ塗りいい気もするが。はい、ですが落としどころだと思います。上層担当者ヴィオーラ脱落、領域クリア、第一フェーズ終了。起爆装置が。まさかまさかの結末だね。上層担当者ヴィオーラを破ったのはチームアークライド解決事務所。タイムリミットまで10分以上残して無事に第一フェーズをクリアだ。いやー、きっと君たちだと思ってたよ。さすがは僕らを何度も邪魔しただけはあるな。それにしても敵に情けをかけられて無様に生きながらえるとはね。ちなみにボスは忙しくて見てもいなかったよ。彼女にとってはラッキーってところかな。こいつどこまで。怒るだけ無駄だよ。人として壊れてるんだから。クリアしたんだからもっと嬉しそうにすればいいのに。記念すべき初回だからご褒美だって用意してるのにさ。ご褒美。そう、何でも一つだけ質問に答えてあげようと思ってね。知りたいことはいくらでもあるだろう。ちなみにこの通信は今全チームに中継しているからそのつもりでね。だったら一つちょうど聞きたかったことがある。どうしてこのオラシオンをゲームの舞台に選んだ。ああ、
そんなことでいいのかい？その地下遺構の存在がちょうど今回のゲームに適していたのと、以前から世話になっている人たちがいるとだけ言っておこうかな。さて、第2フェーズの開始時刻は明日の午前10時になる。今残ってる全チームに参加資格があるから、準備だけを進めておくことをおすすめするよ。それじゃあ、アデュやっぱり間違いない。調べたミラの流れとも一致する。だったら私のやるべきことは、招かれざる客ども。はは、賑やかなこった。だがゲームには招待してねえぜ。それなりの連動みてえだが、ちったら楽しませてくれよ。まずいことになった。今しがた、省内である事実が判明した。ハーキリーズベータ中隊が先ほど独断専行で市外からの潜入を敢行したらしい。
ボンジュー、参加者の諸君、メルキオルだよ。昨夜はちゃんと眠れたかい？僕は興奮してなかなか寝つけなかったよ。まあこんな朝早く連絡したのは別に挨拶のためじゃないけどね。警告も働いたし、すでに一部のものは知ってるみたいだけど、先ほどとある政府筋の特殊部隊がこのオラシオンに侵入を試みた。これは明確なルール違反だ。あとはわかるよね？